いやー、ようやく届きましたよ。はい、こんにちは、ひろきです。ということで、今回はミニ四駆コラボキットを紹介したいと思います。はい、こちらもう箱のデザインからかっこいいミニ四駆アドバンシャドーシャークリミテッドになります。こちら横浜ゴムがワンメイクサプライヤーを務める全日本スーパーフォーミュラー選手権のマシンSF19 をモチーフにした特別仕様となってます。それではこちらのキット早速中身を見ていきましょう。横浜25って筒香選手かな。はい、それでは開けていきましょう。せーの、はい。先にこれがモーターであったりギアといったもろもろのパーツ、 3.5 対1の超速ギアが入ってます。そしてこのキットのメインと言えるでしょう、はい、横浜タイヤアドバンのプリントの入ったスーパーハードタイヤ。こちら実際に走らせるのにも実用性のあるタイヤとなってます。いやでも使うのもったいねえな。タイヤに合わせるホイール、ブラックメッキホイール、いやーいいセンスしてるわ。シャドーシャークリミテッド、ボディがクリアブラックとなってます。シャドーシャークって何パターンか色のバリエーションあるけど、うわー黒もかっこいいわ。マシンのベースは AR シャーシー、 A パーツはレッド、説明書が入っていて、肝心のシールが、あーよかった、ありました。せーの、はい。うわーもうこれだけでかっこいいの想像できるわ。はい、ミニ四駆アドバンシャドーシャークリミテッドの中身はご覧の通り。では先にシャーシを組み立てていきます。やっぱり赤と黒の配色って男子好きだよね。それではボディにシールを貼っていきましょう。僕がミニ四駆復帰した時、こういう F1 系のボディかっこいいなと思って、復帰最初に購入したマシンというのが、そう、フレイムアスチュートでした。いや、ここんとこのシールこんな感じでいいのかな。はい、これでアドバンシャドーシャークリミテッド完成です。おお、いいですね。どこから見たってこれかっこいいとしか言えないわ。今回紹介しましたアドバンシャドーシャークリミテッド、大変人気商品となってまして、詳しい購入方法についてはぜひアドバンのホームページをご覧ください。ボディがかっこいいのはもちろん、スーパーハードタイヤでギア比 3.5 対1は直線力マシン。気になるお値段、本体価格2200円と送料も合わせて3000円ほどとなってます。いやーちょっとね、キットにしては高いかも。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。